声ぶりは皆さんお元気ですか。笑顔が素敵で超かっこいいケビンです。ケビンのスマイルビジネスということで2回目の放送になります。前回はですね、笑顔の一生懸命というね格言を出しましたけど、今日はですね、そのネクラになっちゃいけないよっていうね、ネクラの部分をどうしたら見つけられるの、自分のどんな部分がネクラなのということで話をさせていただきたいと思います。実はですね、ネクラってのは心の中に潜む悪いものなんですよ。心の中にあるんです。みんなネクラの暗い部分があるので、その暗い部分をどうしたら見つけることができるのかということで、4つ今日は挙げてみたいと思います。まず最初、1つはね、独りよがりで唯我独尊、唯我独尊ってもしごかな、これはね、俺様は偉いんですよ、俺様は偉いってこう思うのが唯我独尊の心ということで、あります。で、2つ目はですね、自分を守ることに必死な被害者意識の強い心、これはね結構あるんですよ。とにかくね、守るの自分だって、そうだろう、だって自分がなんか困るんだろうっていうことですけどね、捨ててこそ浮かぶせもあれっていう言葉技がありますけど、本当にね、自分のことばっかり考えてると幸せは遠くなってしまいますね。自分を守ることに必死になってる被害者意識の強い心っていうのはね、大体これネクラになっていきますね。だってさ、あの人がこうでさ、必ず人のせいにしたりとか自分ができてるみたいなことやってるのは、本当にこの被害者意識の強い自分を守ることに必死になってるんだなというのがあります。これも暗くなる一つですね。3つ目はね、これはね、気をつけなきゃいけない、よくあるパターンです。謙虚さを装った恐怖心の強い被疑者の心ということで、謙虚を装ってるんですよ。ところがですね、やっぱり怖いから謙虚になるし、うまくやんなきゃとか思いながらですね、どっかに自分を卑下した気持ちがあって、卑下者の強い心ということでございます。4つ目分かりやすい。だけどさーって、このね、だけどだからが多いね。依存心が強いんですね。誰かに依存してなきゃいられないような、私できてるもんというのをね、これ大体依存心が強い。4つ目の暗いものの、自分の心の中にある暗さの表現だと思います。ですので、この4つ、独りよがりの唯我独尊、俺様偉いの心、そして2つ目は、自分を守ることに必死な被害者意識の強い心、私はできてるというやつですよ、私はできてると思い込むやつね。そして3つ目、謙虚さをよく通った恐怖心の強い被疑者の心、要するに謙虚なふりをしながら、自分は何かに怯えている、で常に自分を卑下しているという、これが3つ目です。そして4つ目、だけどさ、いうこのね、これが強い依存心の強い心、この4つがですね、実は見つけていかなければいけないのかなというふうに思います。この悪い癖は本当にネクラを生んだりとか、あるいは自我が強くなったりする、まあ、自我が強いのネクラの一つですからね、ネクラはどうしてもね、自分の好きなことをしたいんですよね。自分の思い通りやりたいなと思いながら、実は暗い方行っちゃうんですね。なんででしょうね、面白いですよね。普段お話をしていてもね、コロナになったらどうしようなと思うね、なる前から思ってるんですね。コロナになったらさ、後遺症がさって、ならないうちに後遺症の心配するっておかしいでしょ、皆さん、いいですか。ならないうちに後遺症の心配するっておかしいじゃないですか。交通事故を起こしてさ、後遺症になったらどうしようかなって考えながら生きてます皆さんね。ですから、どうしてもその暗い方へ行っちゃう。そうじゃなくて、ならない工夫、今だとマスクをして手洗いをしてっていうね、そういうルールを守りながら生きていくということでございます。ですから、ルールが守れないということはね、絶対いけないことだと思いますね。だから、決められたルールっていうのと社会的通念違いますからね。社会的通念と思惑ですから、まあその話はこれからしていきますけども、ルールを守るっていうのは、先ほど言った通り、このコロナ期にはマスクをしましょう、手洗いをちゃんとしましょう、これはルールですね。皆さん、ルール守りましょう、密にならないようにしましょうということで、ルールを守っていくということですね。人と人とのつながりの中でですね、自分ができてると思わないで、皆さんのためになんとかね、お役に立てたらいいかなとか、いろんなこう気持ちを考えながらですね、ぜひ過ごしていただければいいのかなというふうに思います。ありがとうの心ということで、スマイルビジネス、笑顔が仕事ということでお送りしております。笑顔は非常に素敵ですよね。ですから、前回の通り、今週の格言の一つとして、笑顔の一生懸命、やっぱりこのね、笑顔を一生懸命笑顔で過ごすということは大事ですよね。このね、一生懸命って言葉は、実はこれからまだまだ回を重ねていくと出てくるんですけど、一番ケビンとしては素晴らしい言葉をいいのかなと、こういうふうに思っております。ということで、2回目の放送もこれで終了させていただきます。次回はですね、自我ということでお話をさせていただきたいと思います。それでは、最後にもう一つ、こちら、注意、ネクラ注意でございます。皆さん、ネクラには十分注意していただきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。またねー。